トラックマン2014年3月15日、セッタガヤ区鶴巻ゴルフ練習場にて撮影。トラックマンとは2003年、デンマークのトラックマ本社が開発したゴルフ用弾道計測器。もともとは軍事用に使用されていたドップラーレーダー式弾道追尾システムであり、ドップラー効果を利用して計測を実施している。従来のカメラ測定式に比べて極めて効果である。 ユスプンはツアー、欧州 PGA ツアーでの公式計測機となっている。トラックマンはヘッドスピード、ボール初速、スピン量、それに飛距離などを26のパラメーターで測定が可能である。トラックマンの需要は年々増加している。アメリカ国内でも350を超える施設で認可され、大学のプログラムでも使用されている。タイガーウッズは実際に使用すれば、 このデバイスの信憑性を実感すると思う。ゴルフでは自分がやっていると感じることを実際に実行できていない場合が多い。もしスイングを改造すればわずかながら変化が生じる。それでインパクトの瞬間に何をしているか理解するようになるし、ボールへのパフォーマンスに還元できるようになると述べている。もともとは弾道ミサイル迎撃用のパトリオットの開発で、 弾道を解析するために生まれた軍事用レーダーにも使われる装置から開発された製品である。従来品は初速と打ち出し角度から飛距離を予測しているものが多かったが、本機は打ち出しから着弾までを追尾計測しているため精度が高く、飛距離の誤差は100ヤードで30センチ以下である。練習場、アウトドア、インドアでの使用が可能。なおボールスピードを クラブスピードで割った数値がミート率となる。現在、R&A 公認ドライバーとボールを使用した場合、最大数値が1.49とされている。このミート率を上げることは、ドライバーショットの飛距離アップにつながる。松山秀樹もプライベートで購入している。2014年、東北楽天ゴールデンイーグルスが最初に導入したのを、はじめ3球団を除き導入されている。 ありがとうございます。